はい、皆さん毎度でございます。今日はね、第33回目の給油、行ってみたいと思います。いや、寒いねなんかめっちゃ寒いんやけど、もう寒くてバイクに乗りたくないんやけど、乗ってるわ。で、この前ね、うち車車検やって、購入が多分1月末ぐらいかな、登録が1月末ぐらいの登録で、うちの以前にも動画でドライブ動画で、出てくるセレナ、何回目の車検やろ、3222ぐらいかな、もう9年ぐらい乗ってるんかな。まあ車検やってやね。ほんでまあ日産買った日産から連絡があって、車検ですけどどうします言うて、見積もりに来てくださいって、いつ暇そう言うから、ああ別にいつでもええよ言うて、まあまあ休みやったら土日やったらいつでもええよ、そっちの都合に合わせるわ言うて、まあこれといって休みは動画の編集してるか何かぐらいしかないんで、ツーリングに行くか、まあその時ツーリングに行く予定がなかったんで、土日いつでもええよって言うてて、で来て、向こうがほんだらいついつの朝10時から来てくださいねって言うたのに、行ったら俺担当の営業マンえどうよ担当の営業マンはおれへんし、ほんで言うたら、行ったら他の、まあ営業じゃないよな、多分作業服じゃない、日産のあの作業服じゃないけど、まあスーツを着てない人が、対応してくれて、あの車検のお見積もりっていうことで、朝10時きっかりぐらいに着くように行って、で見積もりにな、見積もりにやで、結局トータル1時間半ぐらいかかったんちゃうかな。まあまあいつも待たされるね日産、まあ1時間から1時間ぐらいって言うて、結局1時間半ぐらい待たされて、予約してそれやで、車検の見積もりにやで。まあまあ前の時もそんなんやったんやけど、一番気になったんがやな、リモコンキーの電圧が下がってますんで、電池交換した方がいいですよとか抜かしやがって、えっていや実はね、お正月やったと思うわ、車乗ってたら、まあ前々から、リモコンキーの反応が悪いなと思ってて、で正月休みの時やと思うわ、大晦日じゃないな、大晦日は車洗う時はまだあれやったもんな、大晦日明けて正月かな、年変わってすぐぐらいに車乗ってたら、とうとう、まあリモコンキーの電気がなくなって、キーを刺さないとエンジンスタートができへんようになって思ったんや。まあまあその時はキーを挿してエンジンかけて、すぐ近くのコンビニで、すぐ寄って、ほんでそこでやな、ボタン電池なんやった C25 なんちゃらかんちゃらっていうボタン電池、それも何か分かれへんからやな、車の中でやな、せっせとリモコンキーをパカッと開けてやな、同じ電池こういう買いに行こう思って、その開けて中の電池を持ってやな、コンビニ行ってやな、同じ電池を買って入れたばっかりやってだから電池替えて1週間も経ってないのに、リモコンキーの電池が
電圧が下がってますんで交換した方がいいですよとか言われて、はぁって感じやろ。なんか 2.5 ボルトぐらいしかないですとか言われて、へーとか感じよって、へー言うて、何言うてんのお前とか思いながら、嘘これまだ電池交換して1週間も経てへんでって言うて、えそうですかとか言われて、お前ほんまに見てるんかとか思いながら、まあ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 、ほんであれもこれもとか、なんかオイルパンからオイルにじみがあります、オイルが漏れてます言われて、なんかわからんからと思って、なんか適当なことで、ああ液体パッキンがあかんのか言って聞いて、あそうですね液体パッキンがとか言われて、それもなーと思って、全部したらなんかめっちゃ高いこと言われて、まあまあもう9年目やからな、いろいろあるんはわかるけど、だけど一番なんかもう1時間半も待たされて、一番えっと思ったんがそのリモコンキーの電池の件やわ。これその後さ家帰ってさ、ほんまかいなと思って、いやその場でも言うたんやけど、そうパナソニックの電池買うたかなその時、ってお前サラッピンでまだ1週間も使ってないのにもうあかんって、お前とは言うへんけど、それもパナソニックのお客様相談センターに連絡せんなあかんでって言うとったんや、ほんまやったら。で向こうもって感じで、ちょっと対応がちょっとタジタジ感になっとっていやいやほんまになかったん言うて聞いとったんやけど、電圧で向こうがお茶を濁しはってやなほんでその後家帰って、家でテスターで電圧を測ったんや、今度は 3.1 あるかないかぐらいかな、 3.08 とか09とかぐらいやったわ電圧が。それってどうよって話やろ、なんか他も見てるんかっていう話やろ俺そんな車あんま乗れへんからさ普段から、何の音や、普段から車乗れへんからさ、俺今日携帯持ってきてないわ、どうしよう、落としとくわこれで、走行距離が映ってるんかな、 309.1 キロ、 309.1 キロやで、今ので映ったか俺今日携帯持ってないわ、どうしよう、まあ、ふと思った、はじめにタッチ、結構入ると思うんで、13リッターぐらいは入ると思う、13.59 リッターだわ、 13.59 リッター入って、309.1 キロ、タンク13リッターやのにな、 13.59 も入るって、よっ、今日ちょっと満タンに入れすぎたかもしれんな。じゃあ行きます。これ何の話しとったっけ、そうおかしいやろ、で日産のなんか見積もりがとっても気になったから、前にも受けたことある近くのアップル車検にその後持って行ったんや。ほんだら今ちょっとアップル車検の制度が変わってて、見積もりとかいうのはないみたいで、即予約を取るよと、の予約を取って、その場でコースを選ぶよと、とりあえず、まあコースっていうのは、まあ、とりあえずあの車検通すだけのコースと、
ほんでまあいろいろ整備するコース、まあどっちでも一緒のようなもんやねんけど、その都度選べんねんけど、行って見積もりできへんねんから予約するわっていうことで、次の週の日曜日かな、土曜日がちょっと用事あったから、次の週の日曜日に予約を取って、アップル車検一応点検してくれて、後で呼ばれて、ああなってますこうなってますっていうのを全部説明してくれます。まあ日産は一切そんなもんありませんとちなみにうちの車9年乗っても3万キロしか走ってないからな年間4000キロぐらい、4000から5000しか走れへんから、距離で言うたら1個も走れへんから。でブレーキパッドもまだいっぱいありますから大丈夫ですとか、液量関係はオイル交換とオイルフィルター変えてもうたかな。 あとは、もう何もせんと、オートマも変えやんと、もう貧乏なんでとりあえず買えやんと、もう安く済ましたかったんで貧乏なんで、日産で持って行った時に、オイルパンからオイルにじみがあるって言われたんやけどって言うたら、ああこれちょっとありますけど、これどっから漏れてるか分かれへんねー言うてはってオイルパンからかオイルちょっとうっすらと、まあ、手で触ったらなんかちょっとオイルっぽいにじみがあるかないかぐらいかな、ちょっとついてて、これ分かれへんね、これひょっとしたらオイル交換の時にちょっとこぼしたあれかもしれんしってまあこれぐらい、まあ駐車場、まあ家の前置いてんねんけど、家の駐車場に置いてんねんけど、まあまあ駐車場下にオイルが垂れたような跡もないし、ほとんど駐車場で眠ってるからずーっと置きっぱいから、下手すりゃ1ヶ月に1回ぐらいしか動けへんっていう時もあるんやから車、まあそれもどうかと思うんやけど、これひょっとしたらオイル交換かなんかの時についたオイルかもしれんし、まあこっからオイル漏れてるかどうかちょっとよう分かれへんなぁ言うて一回これ綺麗に、出しして、ブレーキ出しして綺麗に拭いてから、どっから漏れてるかちょっと見やんな分かれへんわって言われて、まあまあだけどこれぐらい、そんな問題に引き継ぎするほどでもないし、まあちょっと綺麗に拭いときます言うて、また点検の時持ってきてくれたら見ます言うて言うてはったからあそうなん言うて、そやな1時間半ぐらいかな、そう結局1時間半ぐらいで車検終わりました見積もりで待ってる時間で車検が終わってもうたで、でまあ、車検の時、一つだけ引っかかって左側のライトの光軸がずれてますと言うて、まあ、それもちょこちょこって言ったら見せてくれたんやけど、じゃあ右側のライトか、右側のライトの光軸がちょっと右へずれてますと言うて見せてもうたんやけど、あれやな、一番明るいところが光軸じゃないんやな、あれなんかメーターみたいなんで測る測定器があるんやけど、そんでそれのまあ光軸調整がなんぼか捉えたぐらいで、結局8万なんぼかで車検通ったんちゃうかな、日産のお見積もりの時間で、8万なんぼで、車検が通りました。一番ほんまにあれだったんが、リモコンキーの電池がないやな、ほんま変えて1週間経つか経てへんかぐらいの電池がないって、何を見てんやろ日産さん日産のディーラーさん、日産で、あその後さ担当の営業マンから電話かかってきて、車検ご相談させていただきたいんですけどとか言うて担当の営業マンから電話あったわ、まあ言った時担当の営業マンがおれへんかったのはなんか
風をこじらせてお休みいただいたんで申し訳ないですって後から連絡があったみたいやねんけど、その時営業マンに言うたったんや。いやいや、まあ見積もり先行かしてもうたんやけどさ、言うて、しかし高校かっかごひかじかでこんなことがあったんよ言うて、そのリモコンキーの話をしたんや。ほんで何々さんやったらどう思うって聞いたって。おかしいと思えへんか言うて、リモコンキーの電池変えて1週間経つか経てへんかぐらいやのに電圧が低下してるから、交換必要ですよって、あんたほんまに見たんって思えへんって。ほんだ他のなんかオイル漏れがあるなんかもあるいうのも信じられるか言うて、どう思う言うて、何々さん、まあ、担当の営業マンやけど、何々さんやったらどう思うって、そこで受けようと思うか言うて聞いたって。何も言えへんかったわ。ごめんやけどな言うて、それはそんなアップル車検とかあんなところでディーラーが値段で勝てると俺も思ってないよって。だからまあディーラーで受けるのはまあ安心料みたいなもんやんって。そのまあまあ信頼できる、変なことせえへん、安心料みたいなもんやんか言うて、それをあんたさ言うて、おかしいやろって。ちょっと不信感を持ったんで今回はアップル車検で受けてきたよ言うて、安かったわ言うて、8万なんぼやった、もうちょっと細かい値段まで忘れたけど、で車検は通したわ言うて、まあ通しただけやけどな言うて、だけどどっちかやろ言うて、ちゃんと見てもらうか、もう見ひねたら通すだけ、今回は通すだけにしたわ言うて。まあっていう話でございます。いやほんまディーラーやからって信用したらえらい目に遭うで。あいつはほんまちゃんと見てるんかな。まあっていうことで33回目の Q でございました。以上。